伊藤美馬は、日本の女子卓球選手。静岡県岩田市出身。血液型は、大型。所属はスターツ。ITTF 世界ランキング最高位は2位。団球位は10段。世界初、東京オリンピック3種目、トリプルメダリスト。同学年の平野美宇とは、友人、ライバル関係であり幼少期から、美美馬の愛称でダブルスを組む。2014年。 最年少で ITTF ワールドツアー、ワールドツアーグランドファイナルを優勝し、同学年の早田ひなとのペア、みまひなでも、世界選手権でのメダル獲得や、ワールドツアーグランドファイナルでの優勝などの成果を、見せている。また、彼女たち2000年前後生まれは、女子卓球黄金世代とも呼ばれている。2015年シングルスでもワールドツアーで最年少、優勝。 2016年にはオリンピック卓球競技史上最年少の15歳でメダリストになった。2021年に開催された東京オリンピックでは水谷隼とともに卓球競技混合ダブルスの初代オリンピック金メダリストとなり、シングルスでは男女通じて日本人二人目となるメダルを獲得した。卓球女子団体では平野美宇と石川佳純と共に 銀メダルを獲得した。静岡県岩田市生まれ。母方の高祖父は、兵具市の伊藤小三郎。岩田市立岩田北小学校、大阪、上り明中学校卒。大阪、上り明高校卒業。中学進学に伴い、岩田市から大阪市に移り、女子日本代表監督の村上京和が設立した。 関西卓球アカデミーを拠点に練習している。また、2013年9月より、卓球ナショナルチームスポンサーでもあるスターツと、所属契約を結んでいる。両親は、元卓球選手で、母は、中学1年から卓球を始め全国高等学校、総合体育大会、全日本学生卓球選手権大会に、出場経験があり、結婚後もクラブチームで活動した。 二歳の頃に卓球を始めた。四歳の頃に、後の日本男子のエース水谷淳の父、信びが代表を務めると与田町、卓球スポーツ少年団に入り、指導を受けるようになった。2005年、四歳の時に全日本卓球選手権、バンビの部に初出場。2008年に、バンビの部、2010年には、株の部で優勝した。 1>, 1月10歳2ヶ月で出場した全日本卓球選手権で初勝利を挙げ、それまで福原愛が持っていた史上最年少勝利記録を塗り替えた。8月に行われた ITTF ジュニアサーキット、韓国オープンでは10歳10ヶ月でカデットシングルスを初優勝し、同種目の最年少優勝記録を樹立した。 翌月のジュニアサーキットチャイニーズタイペイオープンでは、同年のインターハイ優勝者でもあった、鈴木リナスを破る、等の活躍を見せ、ジュニアシングルスで、初優勝を果たし、カデットシングルス、カデット団体と合わせて3冠を達成した。この優勝で、ジュニアシングルスでも最年少優勝記録を更新した。また、荒井拓章と共に1分間のラリー回数180回という、 ギネス世界記録を樹立した。1月、ジャパントップ12卓球大会に11歳で、初出場した。4月に行われた、ITTF ワールドツアー、スペインオープンでは、世界ランク50位のマチルダ・エクホルムに勝利して、予選を通過し、史上最年少でのツアー本戦出場を果たした。8月の東アジアホープス選手権では、決勝で前年に、決勝で敗れた。 平野美宇と再戦し優勝した。また、12月に行われた世界ジュニア、卓球選手権には、日本史上最年少となる小学6年で出場し、女子団体で、銀メダルを獲得した。平野美宇との女子ダブルスで、2013年1月、全日本選手権で、大会最年少勝利を飾り、2月 ITTF、ワールドツアーカタールオープンで、史上最年少で、 表彰台を果たした。シングルスでも小学生ながら、世界ランク30位のユモンユに勝利した。ユモンユには6月にも再度勝利を挙げている。7月の世界ランキングで初めてトップ100に入ると、8月には、同年の世界選手権パリ大会中国、代表選手でもあった、コレー梅を倒す金星を挙げ、11月には初めて、 世界ランク20位以内の選手に勝利した。9月に開催された世界ジュニア卓球選手権女子選考会で優勝し代表に内定し12月の世界ジュニア卓球選手権本番では女子団体で銀メダルを獲得した。3月のワールドツアードイツオープンでは平野ミュートの女子ダブルスでワールドツアー初優勝を果たした。 13歳160日でのダブルス優勝は各役の13歳224日を更新する史上最年少記録となった。また、二人の合計年齢が史上最年少記録としてギネス世界記録に認定された。続くスペインオープンでも女子ダブルスで優勝しツアーに勝目を挙げた。5月のオーストラリアオープンでは初めて U21 の部で 女子シングルスを優勝した。9月に行われた第20回アジアジュニア卓球選手権大会のカデット女子団体に平野美宇、早田ひなのトリオで出場し、決勝の中国戦ではシングルス2戦とダブルスで勝利を挙げ、日本の優勝に大きく貢献した。10月の世界ジュニア選手権女子選考会では2年連続となる優勝で代表内定し、 本番では女子団体女子ダブルスで銀メダルを獲得した。12月には ITTF ワールドツアーグランドファイナル女子ダブルスで優勝。日本勢のダブルスでの優勝は男女を通じて初めてとなり、また14歳での優勝は各役を上回る最年少記録となった。1月。 全日本選手権女子シングルスでベスト8に入り、ジュニア女子シングルスで優勝した。中学生での全日本ジュニア優勝は、加藤美優に次いで6人目。同年の世界選手権蘇州大会日本、代表選手に選出された。3月、ワールドツアースーパーシリーズのドイツオープンでは、女子シングルスで、範囲には表高し全イ等の競合選手を破って、勝ち上がり、 決勝では地元のペトリッサゾルヤに勝利してワールドツアーシングルス初優勝を果たした。14歳152日でのシングルス優勝は各役が持っていた15歳66日の記録を更新して史上最年少記録となりギネス世界記録に認定された。4月26日に開幕した世界選手権では女子シングルス1回戦の勝利で 福原愛が2003年パリ大会で記録した14歳201日を更新する日本選手歴代最年少勝利を記録するとその後も勝ち上がって準々決勝に進出準々決勝ではリア・アキラが隅に敗れたが2003年パリ大会でベスト8入りしていた福原の14歳203日を更新し14歳192日での 日本選手歴代最年少ベスト8位を果たした。5月には、ベラルーシオープンで、ツアーシングルス2勝目を挙げ、6月発表の、世界ランキングでは14歳7ヶ月でのトップ10、入りを果たし、自己最高位の9位まで浮上した。9月発表の世界ランキングで、日本人3番手の10位となり、2016年、リオデジャネイロ五輪女子団体戦代表候補に、 選出された。9月末に開催されたアジア卓球選手権では、女子団体の中心選手として出場し、日本女子33年振りの銀メダルに貢献した。また、女子ダブルスでも日本勢12年振りとなる銀メダルを獲得した。同年の世界ジュニア選手権には代表に選出されていたが、パリ同時多発テロの影響で、派遣中止となったため出場できなかった。 12月、グランドファイナルのダブルスでは、決勝で敗れに連覇を逃したが、ITTF スターアワードではその年に、最も躍進した選手に贈られる、ブレイクスルースターを受賞した。1月の全日本選手権女子シングルスでは3位になった。3月、初出場となった、世界選手権の団体戦では、主力選手として起用された。準決勝で、 北朝鮮のエースのリミオンスンに逆転勝利して決勝進出を決めた際には歓喜の涙を流した。決勝では中国に敗れたものの日本女子に大会連続となる銀メダルを獲得した。4月にはリオデジャネイロ五輪アジア予選に出場し世界ランク2位の世界女王丁寧に勝利した。8月のリオデジャネイロ五輪では福原愛、石川かと共に 女子団体に出場した。準決勝ではドイツに敗れに大会連続の銀メダルを逃したが、3位決定戦のシンガポール戦では、第4試合で世界ランク4位の氷高ンマイをストレートで破り同メダル獲得を決めた。15歳300日でのメダル獲得は、各役の16歳34日を上回り、卓球競技史上最年少記録となった。また、 日本のカキゴリンの女子メダリストとしても岩崎京子に次ぐ年賞記録となった。9月、地元岩田市にあるジュビロードにて水谷淳とメダル獲得のパレードを行い3万人超の市民らが集まった。パレード後、二人には岩田市長より市民栄誉賞が贈られた。11月のオーストリアオープンではワールドツアーシングルス3勝目を挙げた。 12月に、ケープタウンで開催された世界ジュニア卓球選手権の女子団体では、決勝の中国戦で2勝を挙げると出場した、すべての試合で勝利する活躍を見せチームを6年ぶりの優勝へと導いた。2017ドイツオープン大小玉戦1月の全日本選手権女子シングルスでは、安藤南に5回戦で敗れた。3月、 第21回ジャパントップ12卓球大会で準優勝した。4月の第23回アジア選手権では女子団体で2大会連続となる銀メダルを獲得した。また、森園正隆と組んだ混合ダブルスで銀メダル、早田ひなと組んだ女子ダブルスで銅メダルを獲得した。6月、世界卓球選手権デュッセルドルフ大会ではシングルスとダブルスに出場。 シングルスでは、ベスト16で、週例に2から4で敗れに大会連続のベスト8とはならなかったが、早田ひなと組んだダブルスで、銅メダルを獲得した。日本勢の同種目メダル獲得は2001年、大阪大会の武田明子、川越真ユペア以来16年ぶりであり、16歳ペアの銅メダル獲得は、同種目史上最年少であった。8月、ワールドツアー。 ブルガリアオープンに出場し、シングルスで準優勝、石川霞と組んだダブルスで優勝すると、翌週のチェコオープンではシングルスで、石川霞に初勝利して優勝し、早田ひなと組んだダブルスでも優勝して2冠を達成。9月下旬、中国スーパーリーグの下部組織の公営リーグに参戦し、団体戦で11試合に出場して全勝した。 10月、ITTF チャレンジポーランドオープンで、シングルス優勝。11月、ワールドツアー、スウェーデンオープンでは、早田ひなとのダブルスで、世界ランク1位の周0、同2位のチン夢ペアに勝利して優勝した。翌月のワールドツアーグランドファイナルでは、同ペアに、決勝で敗れて、準優勝だった。年末には、 世界選手権団体戦ハルムスタッド大会日本代表選考会で優勝し代表権を獲得した。1月全日本選手権の女子シングルスで三海み対決を制し初優勝した。また、早田ひなとの女子ダブルス、森園正隆との混合ダブルスでも優勝し三冠を達成した。三冠は 山泉和子、石川霞に次いで、史上3人目であり、17歳での達成は男女を通じて最年少記録となった。2月、ダブルスを第1試合に行う、新方式が導入された、チームワールドカップでは、早田とのダブルスを中心に出場し、銀メダルを獲得した。5月、世界選手権団体戦ハルムスタッド大会において、準決勝で、 歌のぞみに3から0で勝利し、決勝では、第1試合で、日本選手に対して37連勝している、竜歌に対して3から2で勝利。チームは1から3で中国に敗れ銀メダルであったが、伊藤自身は8戦全勝で大会を終えた。6月、ジャパンオープンでは、女子シングルス準決勝では、陳美幸道を0から3の状態から、逆転勝利、決勝では、 オーマンアキラに勝利して優勝した。11月のスウェーデン OP では、リュウウッタ、丁寧に連勝して勝ち上がると、決勝では、世界ランク1位のシュレ霊を4から0で圧倒して優勝した。年末の ITTF 年間表彰では、年間最優秀選手を逃したが、世界選手権団体戦の女子の最優秀選手として、表彰された。1月の全日本選手権で、 木原美優を決勝で破りシングルスに連覇を達成。女子ダブルス、混合ダブルスでも2連覇し、斉藤清以来史上2人目の2年連続参観を達成した。4月に開催した世界選手権ブダペスト大会では、早田との女子ダブルスで、日本人、ペア48年ぶりとなる決勝進出を果たしたが、決勝では大明、オーマン・アキラ、ペアに2から4で破れ。 52年ぶりの金メダルを逃した。11月、東京オリンピック前哨戦とも言われる、同じ会場の東京体育館、ダブルスを第1試合に行うオリンピックと同じルールで行われたチームワールドカップでは、決勝の中国戦で、孫エサ相手に一時はマッチポイントを握るも、逆転負けを喫し,し、チームも敗れて準優勝した。 翌週のワールドツアーオーストリア OP でシングルスで4強入りしたことで2020年1月の世界ランキングで日本人2位以内が確実となり東京五輪シングルス代表選考基準を満たしたまた同大会では決勝で週例を4から1で破り同年のツアー初優勝を果たした12月ジャパントップ12卓球大会決勝で 平野美宇を破り初優勝した。1月2日発表の世界ランキングで男女を通じて、日本勢歴代最高タの3位に浮上した。6日に、東京五輪シングルス、団体代表及び水谷隼との、混合ダブルス代表に内定したことが発表された。2月のワールドツアーハンガリー OP で、優勝。続く3月のカタール OP では、丁寧相手に、 第3ゲームで11から0を記録するなどストレートで、解消決勝では、世界ランク1位の陳夢に敗れるも2大会連続の表彰台となった。この結果により4月発表の世界ランキングで、現行制度での日本勢最高を更新するにいえ、浮上した。日本女子の世界ランク2位はそれ以前を含めても1971年に1位だった。 小和田敏子以来49年ぶりの開挙である。新型コロナウイルスの世界的な流行の影響で4月以降の国際大会が次々と延期、中止となり目標としていた東京オリンピックも延期となった。11月8ヶ月ぶりの実戦となったワールドカップで銅メダル獲得 ITTF ファイナルでベスト4になった。新設された国際大会 WTT 中東ハブのコンテンダー、スターコンテンダーでは2大会連続でシングルス優勝。7月26日、2020年東京オリンピックの混合ダブルス種目決勝にて、過去に4度の対戦経験を持つリュウータ、許し組に4から3で勝利し、水谷淳と共に日本卓球界史上初の金メダルを獲得した。続いて、 女子シングルスでは準決勝で、孫エイに敗れるも、3位決定戦で、ユモンユに勝利して、銅メダルを獲得。卓球のシングルスでのメダルは2016年の、リオオリンピックで、水谷隼が獲得して、以来の日本人2人目を呼び、女子シングルスでは、初となった。11月、世界選手権ヒューストン大会では、早田との女子ダブルスで、決勝進出を果たしたが、 決勝では、オーマン・アキラ、マゴエーサペアに0から3で敗れた。同じ年の平野ミ宇トは、幼少時より、ダブルスペアを組んで国際大会で結果を残しており、2013年2月に、史上最年少で、ITTF ワールドツアーの表彰台に、2014年3月に、ドイツオープンで優勝し13歳160日の、伊藤は2002年に13歳224日で、 優勝した各役の記録を抜く史上最年少記録を作り、13歳350日の平野は3番目の記録となった。また、二人の合計年齢が史上最年少記録としてギネス世界記録に認定された。翌週スペインオープンでも優勝し2勝目を挙げ、年末の世界ジュニア選手権で準優勝、ITTF ワールドツアーグランドファイナルでは最年少で優勝した。 2015年は7月に韓国オープン優勝、10月のアジア選手権で準優勝、12月のグランドファイナルで準優勝した。また、ライバルとして切磋琢磨する関係であり、シングルスでの対戦成績は23戦中、伊藤美馬15勝、平野美宇8勝。そのうち決勝が5回、勝った方が優勝が12回である。 ITTF 主催では10戦中、伊藤美馬6勝、平野美宇4勝。そのうち決勝が1回、勝った方が優勝が5回である。丁寧は、世界ランク1位で、初対戦は2015年のジャパンオープン、上記の通り2016年のリオデジャネイロゴリングアジア予選では準々決勝で、4から2で勝利を挙げている。氷高自然前,前は、 初勝利は2015年のドイツオープン、2016年8月のリオデジャネイロ五輪団体3位決定戦では、ストレートで破り銅メダル獲得を決めた。孫エーは、伊藤と同い年生まれで、誕生日も10日ほどしか離れておらず、国際大会では、接戦を演じてきており、2020年11月の女子、 ワールドカップを終えた時点で、孫が6勝2敗とリードしている。孫は伊藤を、これから10年は、いいライバル関係が続くだろうと評価し、伊藤は孫を、孫選手に勝つことは、世界ナンバーワンの選手に勝つことと同じぐらい意味がある、と評価しており、互いに、ライバル視している。バック表ソフトの異質攻撃型、前陣でのバック表ソフトの強打、フォアスマッシュが、 抜群、また独特のテイクバックで腰をひねらずに落とす。フォアハンドのスマッシュ、ミマパンチがある。チキータ、逆チキータ、意表をつくカットブロックなども得意。またカットマンに強く2015年のジャパンオープンでは、リュウ・アキラ、ハニーン、タケ・オーラ世界を代表する選手に、大舞台で勝利している。 4年間ジュニア代表のコーチを務めた韓国出身のゴミツノリは2017年のアジア選手権直後の取材で平野の優勝は予想されていました。私が指導した中で伊藤美馬が天才派だとすれば平野美宇は努力家。二人は中学2年生の時にダブルスのパートナーでしたが高校2年生の時に別れました。それだけライバル意識が強かった。 少し実力で劣っていた平野の競争心は強かったでしょう。いつか伊藤に勝つという思いが現れていたように思いますと表した。主な戦績。女子シングルス女子ダブルス混合ダブルス女子団体、一般の部のみ女子シングルス優勝11、準優勝7女子ダブルス優勝12、準優勝8混合ダブルス優勝2、 準優勝6一般の部のみ女子シングルス優勝3、準優勝2女子ダブルス優勝3混合ダブルス、優勝3団体準優勝1略語の説明、S イコール女子シングルス。D イコール女子ダブルス、M イコール混合ダブルス、T イコール団体 W イコール優勝、F イコール準優勝、B イコールサミ、P イコールらい、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、ITTF 公式戦における、主要選手とのシングルス対戦成績。太字は最高世界ランク1位の選手2020年3月、現在2014年2015年2016年2017年2021年、他多数。ありがとうございます。